はい、皆さんこんばんは。いつもありがとうございます。カナダです。さあ、今週末海に行きたいなという時、まずは天気予報を見るわけですが、その場合に風速が8メーターとか波高が2メーター、また昼前から状況が荒れてきそうという場合であれば、早々に諦めがつくわけですが、風速が6メーター、波高が1メーター程度といった特定の条件のもとであれば、神奈川県では珍しく結構穏やかになる風浦のビーチがあるということで、今回は実際試してみようかと思います。というわけで、今回は三浦半島の先端近く、三浦市三崎町にある横堀海岸、ここ油壺に至る半島の途中でかなり高低差がある高台のような場所、この日の波やうねりの来る向きはこのような形で、太平洋側からの影響はほとんどないような囲まれた場所になります。そして風浦の海岸ということで、この高台によって風の影響がどの程度ないのか、まずは歩いて見に行ってみようかと思います。今回車を止める場所は油壺駐車場。広い駐車場の中にはもちろんトイレもあって、ファミリー層でも使いやすそうな場所、またここが満車でも近隣にはいくつかの駐車場があります。駐車場からしばらく歩いた先、看板と車止めの先の坂を降りたところが横堀海岸、そして現在地は標高が27メートル程度と海からはかなりの高さになります。今見えているのが江ノ島方向ですが、その坂の真ん中あたりまで来ると風の影響はほとんどなく、マイクの風切り音もだいぶ少ないかと思います。そんな坂をやっと下って海辺まで来るとこのような感じ、見渡す限り岸から近くのあたりでは風でできる波紋もなく、なぎのような状態です。正面の砂浜からさらに先へ進むと、そこには綺麗なこじんまりとした隠れ家のような小さな海岸も、またさらに元の海岸を振り返ってみると、その先にもさらに別の、満潮時にはほぼ歩いていけないような隠れ家のような空間が広がります。というわけで、状況がつかめたところで道具のセッティングをして海へ出てみようかと思います。
この海岸の特徴として水際からフィンをすらずに航行ができて、水際から10メーター程度の距離までは大人ですと足がつくような水深になっており、ご覧のように波もほとんど入ってこないので、サップカヤックに不慣れな方でも使いやすく、サップの場合体力を使う最上程も足がついて難なくできるので、そんな練習場として、また小さなお子さんが一緒な場合でもこの海岸付近では比較的安全な場所かと思います。それでは道具を一通り揃えて、この小網代湾内を右手の海辺を探検をしながら、のんびり鮭を下ろします。がしかし、この辺りはごく水深の浅い岩場も所々あるので、結構根がかりが多いところ、そして水がきれいなのもあって、なかなか魚も警戒をしているようです。そして今度たどり着いた場所は小網代堤防の陸の付け根の部分。ここはとても入り組んだ地形をしていて、そのきれいな水辺には小さい魚の群れやさまざまな生き物がいたり、堤防の相模湾側に来るとだいぶ海峡も落ち着いたのもあって、こちらも綺麗な海が広がります。この日は防波堤の先小網代湾を横切って元の海岸へ戻るわけですが、こちらは2018年の7月にカヤックでツーリングした際、この先はだいぶワイルドな自然の岩場になっていて、探検や冒険好きな皆さんにもおすすめな場所になります。そんな感じでボードの方へ戻って、これからまた再びのんびり釣りをしようかと思います。そして割と堤防の近くあたりでサビキの仕掛けにオキアミをつけて、ちっちゃいサバですが2匹かかりました。
してここは堤防の先、五郎の尺ですが、この日は天気がいいのもあって、多くの船舶が通過するため、元の海岸の方へ戻ることにします。この日は風が弱まって穏やかになった後、マリーナから先の小網代湾の奥の方までツーリング探検をしてみたわけですが、時間がなくなるのでそのあたり本編の続編としてまたアップしたいと思います。こちらさらに自然の中、また歩きではたどり着けない水域に手つかずで残された昔からの遺構、穏やかで静かなヨットハーバーの様子、ちょっとしたツーリングの映像としてアップをしてみたいと思います。それでは皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。